2011ロンドンマラソンシャイスマラソンは、高動コース等を使用して行う、車椅子陸上競技で障害者スポーツの一つ。参加者は三輪タイプの競技用車椅子に乗り、腕の力だけで 42.195km を走り抜く。1984年のニューヨーク、アイレスベリーパラリンピックから、夏季パラリンピックの正式種目に加えられた。 ハーフマラソンの 21.0975km や 10km、5km、ロードレース等、マラソンに満たない距離であっても、トラック外で行われるものは、国内では、車椅子マラソンと呼ぶことが多いが、ここでは、主に 42.195km のフルマラソンについて記述する。車椅子マラソンの世界記録1時間20分14秒は、 平均時速 31.7km であり、健常者のマラソンの世界記録2時間01分39秒の平均時速は 20.8km である。2008ロンドンマラソン以下に記述するように、マラソンと同様の戦略があるが、空気抵抗を減らすために先行する選手の後ろにつくことで数台十数台が直線的に並び、 風よけ役となる戦闘を交代しながら、体力を温存し、スパートの時を伺うなど、自転車のロードレースと同様な戦略も見られる。これは、車椅子競技では、ドラフティングといい、異なるクラスでのドラフティングは禁じられている。早い段階で先行し、そのままフィニッシュまで逃げ切る。1990年代後半の大分国際における、 絶頂期のハインズフライにおいては、逃げるというよりむしろ、ついていける選手がいないため、一人となってしまうという、ことがしばしば見られた。競技場に入る前に決着をつけるという戦略である。トラック勝負は、瞬発力がどれだけあるかにかかっているし、集団となっている場合は、前に出るチャンスが生まれるかどうかは、不確実であるため、確実に勝つためにはトラックに入る前に、 集団から抜け出す必要がある。また、障害部位により、腹筋、背筋の力が弱く、トラック勝負で不利になる選手の場合は、この戦略を選択する場合が多い。セコとシヒコのように、スプリント能力に絶対的な自信がある場合は、競技場まで体力を温存し、最後に抜き去るということも、可能だろうが、集団の数によっては、 思い通りの進路が取れない場合も多く、勝つためには、運も味方につける必要がある。半円コースとオーバルコース自転車レースや自動車レースには、オーバルコースが採用されている。これは、カーブで急にハンドルを切ると危険であるため、徐々に曲がり方が強くなるように設計されているもので、ある。しかし陸上競技のトラックは、人が足で走ることを前提に、 また運動場などでラインを引きやすいように設計されているためカーブは完全な半円である。したがってコーナーの入り口で一気にハンドルを切ればあとはその角度を維持し続ければ良いことになる。競技用車椅子には前輪の角度をトラックのカーブに合わせて固定する装置が取り付けられているためカーブの入り口でハンドル角を固定すれば ハンドルを触らずに後輪をこぎ続けることができる。車椅子レースにおいては、この前輪角度の固定タイミング、直線に出た時に戻すタイミングがポイントとなる。車椅子の部一般のマラソン大会がスタートする5分から10分前に、同じコースをスタートする。健常者がフィニッシュするより早くフィニッシュできるタイムを、持ったランナーに参加者を限定すれば、 健常者と交錯することなく、交通規制を5から10分長くするだけでコースを使用できるメリットがある。競技の始まりと発展1974年にアメリカ合衆国で開催されたレースと1975年に訴訟の末ボストンマラソンに参加したボブホールが車椅子マラソンのパイオニアとして知られている。ボストンマラソンの影響が大きく、 欧米諸国ではこのタイプの大会が多い。近年の同行近年では日本でも東京マラソンが2007年から大阪マラソンが2011年から車椅子の部を設けており、今後さらに車椅子の部を設定するマラソン大会が増えることが期待される。独立した大会であるため、車椅子の部よりも関門時間を多少長くすることが可能であるため、 重度の障害者も参加できるメリットがある。競技の始まりと発展ボストンマラソンなどに刺激を受け、日本でも既存のマラソン大会に参加しようとする動きがあったが、当時の日本では車椅子使用者がマラソンの距離を安全に完走できるという確証がなかったため、実験的な大会として単独開催せざるを得なかった。1981年に開始された。 大分国際シ椅イマラソン大会によって車椅子使用者がマラソンの距離を完走することが可能でありまた無理をしなければ健康を害することもないということが広く認知されるようになった1990年頃からは全国各地で同様の車椅子単独の大会が開催されるようになったこれまで日本で開催された単独大会1980年代は障害者の 社会参加という福祉的な意味合いが大きかったが国内各地で車椅子マラソン大会が開催されパラリンピックの正式種目にも加えられるなど競技性が高まり海外のレースを転戦するプロ選手も現れた2010年代頃からはボストンマラソンで日本人が優勝した際も競技スポーツとして報道されるようになった基本的な部分は 日本陸上競技連盟のルールにのっとって行われるが、障害者スポーツとしての特殊な部分は、大会規模や、大会の目的に応じて、ワールドパラアスレチックス競技規則や、日本パラ陸上競技連盟競技規則にのっ,とって行われる。またこれらの団体から記録を公認されるためには、大会自体が公認を得るとともに、選手自らも、選手登録しておく必要がある。 障害程度に応じて T51、T52、T53、54等に分けられる。T はトラック10の位の5は脊髄損傷1の位は障害程度の重い順に1から4で表される。T54 は腹筋が機能する。T53 は腹筋が機能しない。T51 は握力や腕を伸ばす力が弱く。 ほとんど腕を曲げる力だけで走る。黎明期である1970代半ばはまだ足で走る速さには及ばなかったが、1980年カート・ブリンクメンがボストンマラソンにおいて1時間55分00秒で優勝し、健常者の記録を抜き去った。現在の世界記録1時間20分14秒は平均時速3 1 7トルであり、 100メートルを11.4秒のペースで走り続けたことになる。二つの世界記録、障害者スポーツの世界では、過去においては、国際ストークマンデービル社イス競技連盟が、現在では国際パラリンピック委員会が、競技や記録のルールを統括しているが、ボストンマラソンでの世界新記録は、IPC 公認の世界新記録とはならない。したがって、マラソンには、 二つの世界記録が存在する。一つは IPC 公認大会の記録、もう一つはボストンマラソンの記録である。これは平地のレースとダウンヒルレースの2種目あると考えると分かりやすい。例えばテニスにおいても芝コートのウィンブルドン選手権とクレイコートの全仏オープンと同列に比較できないのと同じようにボストンマラソンとそれ以外のマラソンとでは 記録を単純に比較することはできない。公認世界記録とならない理由2004年国際陸上競技連盟は大会ごとに条件の異なるコースの規格を統一し記録の比較を容易にするためにマラソンの基準を設定したがその内容はスタート地点とフィニッシュ地点の直線距離が全長の半分以下で高低差が1、1000以内等であったが ボストンのコースはほぼ一直線で折り返し点がなく、スタート地点よりもフィニッシュ地点の方が140メートル、低い下り坂であり、ボストンのコースには当てはまらないものであった。なお、障害者スポーツが誕生する何十年も前から存在し、すでに権威である、ボストンマラソンが、歴史の浅い IPC 等の公認を得るメリットは、多くないと認識しているであろうことは、想像に難くない。 勝者と記録の扱いただし、公認記録にはならないといっても、他の大会と同じカテゴリーの中の世界新記録としては扱わないというだけであり、記録をないものとするわけではなく、勝利を軽んじるというわけでもない。現に、ボストンで出した記録は、IPC が公表する年間ランキングに掲載される。また、ボストンマラソンが、歴史上初めて車椅子使用者を、 ランナーとして公式に認めたい大な大会であり、最も伝統と、権にある、マラソン大会であることには、変わりないため、IPC 公認世界記録とはならないとしても、ボストンマラソンの記録を更新したという異業については、最大級の賛辞をもって称えられることには、変わりない。現在の世界記録団史上し2011年ボストンマラソンを、走る添島正澄選手座る。 もしくは正座するような体勢で乗り込む。車体は完全なオーダーメイドであり、炭素繊維のディスクホイールなど、車椅子というよりは、プロ選手用、ロードバイクの三輪版である。後輪は体格に合わせ26から27インチ、前輪は主に20インチが使用される。全長1 7 0 0ト、mm、ルから1 8 5 0ト、mm、ル程度。ホイールベースは、 1200mm 程度。一般的に、ホイールベースが長ければ長いほどまっすぐ進みやすく、曲がりにくいので、思い切って漕ぐことができるため、スピードを出しやすい。なお、車輪を回すためのハンドリムを摩擦により押すために、個人の腕力に応じたグローブを自作して使う。車椅子マラソンにおける、車椅子の進化は概ね以下のようになる。 重量バランスのジレンマ車輪で進む乗り物において運動性能を向上させるには前、後輪の重量バランスが50、50であることが理想的だが手漕ぎの競技用車椅子では極端に後輪寄りに位置している。そのため発進、急加速時に前輪が浮き上がり直進安定性が極端に低下するという欠点を持っているが乗車位置を前にすると ハンドリムが体の後方になってしまい、力を入れづらくなるというジレンマを抱えている。三輪と四輪の比較評価直進安定性は、ホイールベースの長さによるため、前輪の輪の数には左右されない。コーナーリング性能は四輪の方が圧倒的に有利だが、マラソンにおいては直線部分が大部分であるため、マラソンに限れば、総合的には三輪が有利と言えるだろう。 二つの後輪は、ハの字に開いている、ホイールアライメントにおけるキャンバー角がついている状態であるが、いわゆるホイールアライメントという考え方とは、別な出発点からマラソン競技用車椅子には採用された。すなわち最初から傾けることを狙ったわけではなく、タイヤ上部の幅を腰に合わせて狭く、タイヤ下部の幅を安定するよう広くした結果、ハの字になったものである。 したがって、使いやすい角度や幅には、個人差がある。概略以上の三つのことから、オーダーメイド化を進めると、必然的に歯の字になる。しかし、偶然の産物とはいえ、各競技においてはそれぞれに異なるメリットがあった。レース競技1996アトランタパラリンピック、ルイーズ・ソバージュ1980年代初頭は、車輪は、 転がり抵抗が最小となる垂直に取り付けられて、いたが、二の腕付近が、車輪に触れることで皮膚がすりむけ出血するため、皮膚を保護するためのテーピングをして、レースに臨む選手が多かった。しかし車椅子のオーダーメイド化が進むにつれ、結果的にハの字になった。なお接地面が大きくなり、転がり抵抗が増える欠点は、空気圧を高くしタイヤの変形を小さくすることで、 カバーしている。なお車輪が斜め回転することにより直進を妨げるような力が発生することはないと考えられる。したがって曲がりやすくするために車輪を斜めに取り付けているというのは誤解である。車椅子バスケットボールシャイステニス小さく動かしただけで大きく動くような過敏な設定だと思った以上に回りすぎてしまうため。 狙い通りの角度で、ボールに向かうことが難しくなる。しかし前述したように、タイヤの設置点が描く演習は生活用車椅子よりも、歯の字にしたものの方が長くなる。つまり、同じ体の回転角度を得るためには、生活用車椅子よりも、車輪の回転量を多くする必要がある。反対に、大きく動かしても、少ししか回転しないため、回転のしすぎを回避できる。 つまり、生活用車椅子に比べて、角度の微調整が容易であるということである。ひらがな表記の車椅子が大会名に多く使われているのは、過去、常用漢字表に、端の文字がなく、公用文等に使用できなかったためである。なお、常用漢字表に、端が加えられたのは、2010年11月30日で、ある。テレビ中継ラジオ中継ネット中継。 ありがとうございます。